はいどうも、アバンティーザ・ソラチーと、イジとリコです。リコさん、エイジさん。はい。はい。釣り目くんのことは愛してますか？愛してるって言うとなんか語弊が。釣り目くんのことは、理解してますか？3歳ぐらいからもう20年近く一緒にいるけど、全然わかんない。メンバーのことをわかるのはメンバーだと。このグループの中で一番、誰がわかってるのかなと。釣り目をすっげえやりたくなくなったな。完全にパクリしてるな。いや、パクリじゃないです。これは。あの、哲也くんに許可もらいました。はい、リクオくん VS エイジくんで、釣り目くんに何個か質問をしてきたので、それでは、一つ目、釣り目くんが一番なりたい芸能人は、え、これボケてない？釣り目くんには一応ですけど、真面目に答えてもらいました。これ結構簡単かもしれないですね。はい、はい、じゃあそれでは答えをどうぞ。せーの、ダダン。まあね、これは結構言ってるよね。はい、まあ公言してるから、うん、菅田将暉と同じ回答ですね。答えをどうぞ。菅田将暉。先ほどのは1問目、菅田将暉正解です。すごい、2人とも。じゃあ次の質問はこちらです。自分の顔を100点満点で表すと何点？これぐらいかな。それではお二人とも答えをどうぞ。せーの、85。おお、すごいすごい。それでは答えをどうぞ。100点ですかね。ちなみに、はい、菅田将暉さんは何点ですか？98点。釣り目さんは100点。はい、というわけで2人とも2問目は不正解です。いや、だいぶやばいね、あいつ。俺らが想像してた以上にちょっと。次のクイズ、一番好きな親父ギャグは？あー、でもなんか最近無人島の動画でやってたけどね。親父ギャグ、ハエがハエとかその部類だよね。せーの、どうぞ。はい、コンドルが食いコンドル、メガネにメガネ。答えをどうぞ。ボットントイレにボットン。大丈夫？全然ね、情景は思い浮かぶけど。まんまだし、だって俺もボットンってボットンってするからボットントイレ。もうそれボットントイレが親父ギャグなの。じゃあ次、もし明日地球が滅亡するなら今日何をする？多分ここら辺でぶっ飛んでるやつを。いや、そうだね。あいつでも無趣味だからな。ビートボックス、口癖みたいにやってるっていう。あれ、なんか Tinder 始めた人いるけど。嘘でしょ。 Tinder 始めた。何急に Tinder 始めた。回答をどうぞ。せーの、はい。ああ、あーじゃねえよ。ああじゃねえよ。まあ、こういうことだよね。こういうことだと思うんだよ。福岡の館の女が全員モデル級のスタイルなの。答えはどうぞ。これはもうね、ずっと言ってるんですよ。はい、そういうことを言われたら、はい、おっぱいを揉む。でした。ギリ一緒で。ニュアンス的に釣り目どう？これは。いや、これに近かりし、おっぱいを揉むなの？いや、全然違う。いやいや、あれだよ。ニュースで報道された時、こうやって報道されるか。それでは次が最終問題です。ああ、早っ。はい、それではこちらです。好きなお弁当の具材は？好きなお弁当の具材。それでは、はい、お二方答えをどうぞ。せーの、おひたし。おひたし。おひたしなんてお弁当に入れる？本当に変なんだけど、おひたしって言ってる絵が浮かんだ。結構お母さんが料理好きだから。それでは答えをどうぞ。お弁当か。うーん、難しいな。こんにゃく。惜しい。惜しい。こういうの狙ってたの。ちょっとますますちょっとあの人のことちょっと怖くなって。本当にいよいよ全体的に見て、うん、今回の勝者はリコくんです。おお、いいよそれ。全然いいよ。大丈夫。何でもいいんだ。釣り目王でした。バイバイ。そばつになりたいと思います。
ボットントイレにボットン。もう一回やった方がいいか。いや、大丈夫ですよ。ちょっと噛んじゃったから。いや、噛んじゃった、はい、ちょっとやります。ボットントイレにボットン。ボットントイレってみんな知ってるかな。